え皆さんこんばんは、えー、今日は暑い中会場にお越しいただきありがとうございます、えー、ちょっとね今回登壇した中で唯一の男性ということで刻一点というそうですがあのすごく嬉しい気持ちです今日は楽しんであの見ていただけたら嬉しいですよろしくお願いします鈴川さん高石さん木戸さんやす子さんの皆さんは声優初挑戦ということで本日初めてお客様に自分の声が届きます ね、もう皆さんもあのちょっと待ちに待ったというのとドキドキとあるかと思いますがご自身のキャラクターや本編でここを注目してほしいというポイントはありますかはい、えー、っと僕たちもそれこそ初号といって、まあ、早めにちょっと完成したものを見させてもらった時に皆さんが今座ってるそういう客席でスクリーンを見たんですけど僕はいまだに覚えてるのはこの始まった瞬間にこう 客席もうこの会場ごと包み込むようなこの「君の色」の世界観にこう染まるようなそんな瞬間をすごい覚えててあのぜひこの後見ていただくと思うんですけどもあのその僕が言ってたこの最初の感じそして最後にわたってずっとその音楽と色によって出来上がる「君の黄色」の世界っていうものを楽しんでいただく けたら嬉しいなと思いますし僕自身その影平るいという役はすごく物静かで優しい男の子なんですけどあの2人と出会ってそういう仲間と出会って音楽をやってる時のるいくんが少年のようにこう無邪気になるあの可愛さは僕もぜひ、はい、見てもらいたいなと思うのでそこも注目して見てみてください。お願いします そして今日は7月3日ということでもうすぐ七夕です七夕といえば願い事ですよねということで皆様には願い事を聞きたいと思いまして事前に短冊型フリップに書いてきていただきましたま木戸さんはい。じゃあお読みください大きな花火を打ち上げたいお夏っぽい、まあ、これは本当に花火を打ち上げるってことではなく <laughs> <laughs> まあその仕事の面でもプライベートの面でもそういうなんかね大きなものをいっぱいいっぱい作っていきたいなっていうのはあるのでまあ夏ですしこういうふうに書かせていただきました。なるほど、はい ありがとうございますねやすこさんいろんな花火打ち上げていらっしゃいますけれどもやすこさんからご覧になってきど、はいね、さんきどさんにの何かアドバイアドバイスえっと焼け足ないように気をつけて焼 <laughs> <laughs> け足<ど><る>ないように気をつけてください、はい、ありがとうございますありさんありがとうございます <laughs> 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 監督私あの先ほど皆様にもお伝えさせていただいたのですが先日の上海国際映画祭で最優秀作品賞にあたる 金尺賞受賞誠におめでとうございますすごい,すごいおめでとうございますすごい皆様のおめでとうございます,います、えー、はいあの安国際アニメーション映画祭でも公式上映がありました世界中のお客様にご覧いただいていかがでしたか、えっとなんかなんだかすごくうんうん, <laughs> なんかこう たくさん笑っていただいたりとかあの手拍子を打っていただいたりとかすごくあの前のめりに楽しんでいただいてあの一緒にその上映一緒に見てたんですけどあのすごく楽しんでいただけたのが分かる素敵な時間でした。はい、<laughs> そのトロフィーを受け取られたときのお気持ちっていかがでした <laughs>、はい、すごく、あのもう 重たたかったです。具体的にも重たいですしあともうみんなで撮ったショーなのでそのなんか気持ちがこうぐっと重みになって、うん、すす、ごく嬉しかったです本当に。はい、はいえっと、僕もニュースを見てそれこそ「金釈賞が発表された瞬間の映像みたいなのが流れててその時の山田監督の表情っていうのが本当にすごくあのびっくりされててでも改めてその時にあっ 本当に海外の方にもこう刺さって見てもらえてっていうのを僕自身もなんかニュースを見ながら実感が湧いて改めて本当に井田監督おめでとうございますおめでとうございますおめでとうございますはい皆さんですおめでとうございます。